これ夏用にっていうことで買ったんですけど、今ねこう穴をいろいろ開けて風通しを良くして夏用っていうことで買ったんですが、結構気に入ってしまって、軽いしかぶりやすいしっていうことでもう一個買っちゃいました。これは冬用にしようということで穴とか開けるのはやめておこうと思います。で色はねこれシルバーなんですけど、冬用は熱を保ってもいいように黒を買いました。 DPX Pops。 友達っていうのは結構ね、学生時代にできた友達を今でもこう付き合いがあるみたいなね、そういう関係が多いんじゃないかなと思いますけど、大人になってから友達ができるパターンっていうのもあって、単純に会社の同僚とかで、まあ、馬が合う仲間がたまたまいたと、うん、まあそういう感じで友達になったりとか、あとはですね、趣味を通して友達になるっていうことがあると思うんですよ。今の時代 SNS で全然顔見知りでもない、まあ下手したらね年齢すらも全然離れてるような、知り合いがねできたりとかっていうことがあると思うんですけど、僕昔ですねブログをやってたんですよ。それはねなぜやってたかっていうと、今このね元ブログをやってる理由と同じくボケ防止ということで、うん、まあ当時はね YouTube ってそんなに一般的じゃなかったんで、普通のねあの文章の方のブログ、そっちの方を中心にやってました。毎日更新するということをその時はね自分に課してやってたわけなんですけど、文章をね毎日こうひねり出してネタを毎日考えて、で毎日ちょっと短い文章でもいいから書くと、そういうことをやってるとさすがにボケ防止という効果はありましたね。一定以上の効果を上げて、でそのまま続けていても良かったんですけど、今はこうやってね YouTube を始めて、でこっちの方に活動がシフトしてしまっているので、ブログの方はね活動休止というか、まあその当時やってた方のブログ自体はもう閉鎖してるんですけど、今は不定期更新でちょっと備忘録的なブログはまだやってたりしています。よかったらね目通してやってください。それで毎日更新する方のブログで、そのブログを通じて知り合いというか友達ができたんですよ。で何人かできてね、でその中の一人とはね、まあ家族ぐるみというか、僕が一方的にその家族にねお世話になってる感じなんですけど、娘さんの写真をね撮りに行ったりとか、まあ家がね建った時も竣工写真撮りに行ったりとかっていう、まあ仕事として発注してくれて、うん、すごくねありがたい話ですけど、まあそういう関係でとにかくね長いこともう10年以上かな、もう付き合いのある友達がいます。この YouTube の方にもねたまにコメントをくれたりするんですけど、その友達が今度ねもしかしたらバイクの免許を取るかもしれないという話がちょっとコメントにありまして、でしかも小型自動二輪の免許を取るということらしいんですね。なかなかいいチョイスだなと思いました。僕は今こうやってポップスに乗ってるわけなんですけど、でもう一台のバイクもねレジェンド150って言って、もうほぼ原付2種ですよ。馬力的にはあの今のね小型自動二輪と、大して変わらない馬力のバイクに乗ってます。でまあそんな僕が言うわけですけど、うん、全然ねバイクなんてね小型自動二輪で十分ですよっていう話です。僕はリターンライダーとしてね免許を、まあ、取り消し食らってるんでね、あの免許を取り直すのに普通自動二輪を取ったわけなんですけど、まあその時はねそれぐらいの排気量がないと厳しいのかなと思って、というのは昔と違って今のバイクってちょっと馬力が低いんですよね。
昔400マルチとかね、あの2ストロークウォーターとかそのあたりのバイクが流行ってた頃の馬力と比べると、今のバイクってまああのハイパフォーマンスなバイクはともかくとしてね、それ以外のまあ普通に売ってる実用的な吊るしのバイクはだいたい3分の2ぐらいの馬力しか出てないですよね、現状ね。まあその分こう扱いやすくなってたりはするんだけど、まあいろいろな規制が入って馬力がとにかく低くなってると。だから昔の400マルチが今のどうでしょうね、600ミドルぐらいの排気量の馬力って感じじゃないですかね。レースのレギュレーション見ても、昔の F3 クラスが 600cc だったりするので、今ではね、だからそれを考えると確かにそれぐらいの馬力相当なんだろうなということで、まあそんな理由で僕は普通自動二輪を取ったんですけど、ただリターンしてみて思ったのが、まあ自制心がね芽生えたっていうこともあるんだけど、結構飛ばさなくなったんですね、あの若い頃に比べて。まあこうなってくると全然原付2種でいいよって話になってくるんですよ。原付2種の欠点としてよく言われるのが、高速道路に乗れない、自動車専用道路走れないっていうことになってくるんですけど、それもね、僕がリターンしてから高速道路とか自動車専用道路に乗ったのは何回だろう、3回ぐらいしかないんですよね。でそれもちょっとね、高速でどうなのかっていうテストのために乗ったようなところがあって、全然下道で行けるようなところを、まあ、あえて高速で走ったりとかしたわけです。なのでね、高速乗らないよっていう話ですね。若い人はね、それこそバイクで遠出とかを頻繁にするんでしょうけど、僕なんかはね、ほとんどご近所をこうやってプラプラ走るだけなんで、必要ないかなと。でツーリング的なことをしたいときはむしろ下道を走りたいですからね。そういうことを考えると、そういう、まあ、ちょっとねあるかないかわからないことのために普通自動二輪を取る必要はなかったのかなっていう気がしております。その話を踏まえつつですね、この話をするわけなんですが、でその友人がね小型自動二輪を取るというお話をした時に、僕はてっきりねオートマ限定を取るんだと勝手に思い込んでたんですけど、彼はねマニュアルで取るらしいんですよ。まあまだ取ると決まったわけじゃないんですけど、まあぜひねバイクで一緒に走りたいんで取っては欲しいんですけど、マニュアルで取るって言うんですよね。これはまあすごいことだなと思いましてね、小型自動二輪をオートマで取るという時にメリットがあるとしたら、それはですね、まあ教習時間が短いっていうことがまず一つですね。まあお金の方はどうでもいいとして、まあ教習時間短いっていうのはすごくありがたいじゃないですか。でしかもね、教習で使うバイクがスクーターなんですね。スクーターということは、まあギアチェンジのね、まあオートマだからね、ギアチェンジの面倒くささっていうのがないから、教習で落っこちることがまずないですよね。まあその教習所に僕は行ってないから偉そうなことは言えないんだけど、その教習で、まあ、見極めもらえないだとかね、次の段階行けないだとか、まあ、そういうことがないということですよ。とにかくね、コントロールがしやすいと、乗りやすいと、で転ぶこともまずないと。でそういうことを考えると、まあ、スクーターで教習できるメリットってすごく大きいんじゃないかなとは思うんだけど、まあ、そこをあえてねマニュアルを取るというのはもうこれはすごいなと。僕らみたいなねジジイになってしまうとね、こう面と向かって怒られる機会ってだんだんなくなってくるんですよ。だからそうやってね教習所でね厳しく交通ルールをまたね一から叩き込んでもらうっていうのは、まあ、ありといえばありだなということをちょっと思ったんですね。そうやって二輪にね今まで縁もゆかりもなかった人がゼロから免許を取るっていう、まあしかもねハードルの高いマニュアルの免許を取るということはね結構すごいことだなと思うんですね。人間っていうのは大体の人が、まあ、幸せになりたいと常々こう願ってるわけですよ。
で幸せになるにはね、まあ、物質的な幸せと精神的な幸せがあって、物質的な幸せというのは頑張って稼ぐしかないと、それはね経済学の話になってくるんで、その専門家の人たちの話をよく聞いてくださいと僕はその話はできません。でそうではなく精神的な幸せの話をしようかなと思うんですが、精神的な幸せっていうのはどうすれば手に入るのかということなんですよね。でこれはね、関心の輪と努力の輪っていう話があって、関心の輪っていうのは、まあ、関心はある、いろんなことに皆さん興味あると思うんですけど、そのいろいろなことに興味があるということが関心の輪です。例えば政治、経済、さっきも言ったね経済、あとはまあ芸能ニュースとかね、そういったどうでもいいようなお話、例えばあの政治がね、今ちょっと気に入らないと、なんでこうしてくれないんだ、ああしてくれないんだっていう不満を持つと、でそうやって管を巻いて安静構成っていうことをね愚痴れば、少しは気が晴れるかもしれないけど、でも根本的にはそれで政治って変わらないじゃないですか。で学生運動華やかな頃ね、その学生運動みたいな実力行使をしても、そこまでやっても変わらないわけだから、基本的に変わらないんですよ。まあ、あと芸能ゴシップの話もね、その興味を持って、こうしたらいいのに、ああしたらいいのとか、まあ、誰かさんと誰かさんが、まあ、付き合い始めたと、あんな人やめとけよみたいなね、まあ、ファンなのかもしれないけど、だからといってその人がね何か言ったからって変えられるもんでもないじゃないですか。そうなってくるとそこはちょっと、言っても無駄だなと、時間を費やしても無駄だなっていう、要するに時間を費やしても無駄になる部分、それが関心の輪なわけです。その努力の輪っていうのは自分の手の届く範囲のことだから、自分がね何か行動を起こせば変えられること、それが努力の輪です。時間をね、例えば24時間しかないわけじゃないですか、1日。でもこれはね、金持ちだろうが貧乏人だろうが、男だろうが女だろうが、大人だろうが子供だろうが、24時間しかないんですよ。だからこの時間の使い方、ここだけなんですよね。時間の使い方が上手い人ほど幸せになれると、まあ、そういうことです。でその時間の使い方を関心の輪だけにね費やしてる人、まあ、だけにってこともないけど、そこに多くの時間を費やしてる人、例えばテレビを見る、でテレビを見るのはダメとは言わないけども、まあ、芸能ゴシップとかニュースとか経済とかね政治の話とかで、それを見てどうすんのっていう話ですよ。そういう関心の輪の部分に、時間の多くを費やしてしまう余暇のね、余暇っていうか、まあ、仕事の合間はしょうがないとして、余暇の部分、自分のね余ってる時間の部分でその関心の輪に時間を費やしてしまう人っていうのは、無駄に時間を浪費していくことになるわけですよ。自分のね努力で何とかできることに時間を費やす、余暇の時間を費やすっていう人は、例えば語学の勉強をするとか、副業をしてみるとかで、何か資格を取ってみるとかね、そういうことに時間を費やすと、それが後々自分にとってプラスになると。努力の輪の部分に時間を多く費やすことで、最終的には自分の幸せにつながっていくということですね。そうやってリズムで考えたら、それは確かにそうだよねと。だけどね、そんなこと言われても何やっていいかわからないと。とりあえず何、英語の勉強 ECC にでも通っときゃいいのっていう話ですけど、そういう人にこそバイクですよ。まあ、バイクの免許を持ってない人っていうことをね前提に今お話ししてるんですけど、バイクの免許って、まあ、誰にでも取れるんですよ。それこそそこら辺の主婦でもね、免許ってなんだかんだ言って、まあ、不安だなとか取れるかなとか言っててもなんだかんだ言って取れちゃってるわけです。だから取れるんですよ。だからね、バイクの免許を取ってみてください、もし免許を、ね、持ってない人、
で僕のこの動画を見てるってことはバイクに興味あるんでしょだったら取りましょうよバイクの免許。 A 地点から B 地点にただ移動するだけと、まあ、そのこと自体は変わらないんですけど、ただそれがね車なのかバイクなのかによってもう全然見えてくる世界が違ってくるんですよ。バイクの何がすごいかっていうと、とにかくね自転車と違って漕がなくていいわけじゃないですか、それでむき身でどんどん前に進んでいけるわけですよ。これはね、まあ、味わってみるとわかるけどすごいことですよ。このホンダがね昔 CM でね翼ある人みたいな CM をやってましたけど、まあその気持ちよくわかりますよ。本当に翼が生えたような感じです。人生がつまらなくなる一番の理由はね、ルーティンワークになってしまうっていうことが一番大きいと思うんですよね。ルーティンワーク、つまりねマンネリですね。マンネリ化してしまうと、そうならないためにも何かこう一石を投じる必要があるわけですよ。で資格を取って外の世界を見るっていうのもまあ一つの手ですけど、だったらバイクの免許を取りましょうと。バイクの免許を取って、で今まで見たことがない世界っていうのをね手軽に味わってみようというお話です。それで何の障害もないという方は、免許を取るにあたってね何の障害も自分にはないんだという方は、まあ大きい免許でも全然いいんですけど、ただ、年相応にね体力も落ちてきているので、結局大きいバイクを買ったところで危なくてそんなにね飛ばせないと思うんですよ。で飛ばさないんだったらちっちゃいバイクでいいんじゃないっていうお話です。で障害のある方、一番大きい障害は多分奥さんだと思うんですけど、まあ子供さんかもしれないですけどね、それで家族に反対されるという障害を抱えている、まあ、そういう人たちにおすすめなのはこの小型自動二輪ですね。中型以上の大きいバイクを買って、で、まあ、まるでね中年暴走族みたいなねイメージを家族の人たちは持つかもしれないです。そうじゃなくて小型自動二輪だからって言っちゃえば、株みたいなものね、なんか近所のね買い物とか、近所にちょっと出かけるのに、まあ、そろそろ足腰も弱ってきたから、かといって 50cc じゃ危ないんで、まあ、125cc がいいかなっていうご家族に対しての、まあ、言い訳が通りやすい、まあ、そういう意味で小型自動二輪っていうのはなかなかおすすめだなということです。それで、まあ、話は戻ってね、その友人は家族に反対されてるかどうかはわからないけど、まあ、でもバイクに乗るって言ってねいい顔はしないと思うんですよ。なので、まあ、そういった意味でも小型自動二輪に乗るというチョイスは、まあ、非常にいいんじゃないかなと僕は思っています。免許を取ってみようかなという気持ちになったということなので、ぜひね、実際に免許を取ってですね、いつか一緒にツーリングができたらいいなということを思いました。そういうわけでね、幸せになるためには努力の輪という部分を広げることが重要ですと。でそのためにも第一歩としてね、バイクの免許ぜひ取ってみましょうよというお話でした。ではまた。